すげえ。たくさん人がいるぜ。みんな会えて嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。ちょっと待ってくれ。亀の挨拶よく知らないやつを真ん中の後ろで見つけたぜ。ガイドさん、一番前の列でこっちの通路から3番目四角い模様の甲羅の男性さ。そうさ、いや、こんにちは。こんにちは。名前なんて言うんだい？佐藤です。佐藤、渋い名前だぜ。よし、佐藤いいかい？俺が最高だぜって言ったら、佐藤はこうやって両方のひれできるだけ高く上げるんだ。佐藤ニヤニヤしてる場合じゃないぜ。ほな佐藤、隣に座ってるのは君の家族かい？はい。そうか、お子さんよく似てて可愛いよな。よし、じゃあ佐藤、君んとこのお子さんにお父さんの本気はすげーってとこ見せてやろうぜ。全力で頼むぜ。行くぜ佐藤、最高だぜ。やるじゃないか、拍手を振ろうぜ。完璧だったな佐藤、今の感じで頼んだぜ。よし、今度はこっちの前に行ってみよう。一番前の列で真ん中の通路から2番目白い甲羅のお嬢ちゃん、話そうぜ。こんにちは。挨拶なんてどうでもいいよな。お嬢ちゃんの名前なんて言うの？クラッシュ。恥ずかしくなっちゃったみたい。そうだと思うぜ。いきなり亀と話すことなんてないもんな。じゃあな、お嬢ちゃんの1個だけ教えて。今日ここには誰に連れてきてもらった？そんなことどうでもいいよな。協力してあげるな。よし、じゃあお嬢ちゃんと一緒にやってきた大人はどこだい？いたらひれあげてくれ。どこだい？隣だよな。そりゃそうだよな。そんだけくっついといて他人だったら怖いもんな。ありがとう。そうだな、じゃあな、お嬢ちゃんが今くっついてる女性話そう。まずな、君ママで会ってる？はい。よろしく。ママ名前なんて言うの？葵です。葵、優しそうな名前だ。ナオイ、お嬢ちゃんの名前はなんて言うの？ユイナです。ユイナで合ってる？はい。ユイナ、よろしくな。あ、じゃあナオイ、ユイナからさ、いろんなことを質問された経験ってあるかい？あんまないのかな。なさそうだな。そうか、ユイナ自立してるんだな。すげえな。いや、実はさ、俺の息子でスクワートってのがいるんだけど、スクワートはいつも質問ばっかりしてくるんだ。だから人間の子供もそうかなと思って聞いてみたんだ。葵、話できて嬉しかったぜ。ユイナもありがとう。またみんなで話そうな。いや、実はさっきもそのスクワートに聞かれたんだ。なんで人間はあんなに僕らと違うのってさ。で、俺はこう答えたんだ。わかんねえ。だからみんな、俺に人間のことを教えてほしいんだ。協力してくれる人はひれをあげてくれ。どうだい？お、いっぱいいて嬉しいぜ。お前たち最高だぜ。佐藤、その調子だぜ。よし、じゃあスクワートからの最初の質問だ。人間は何を食べるの？だってさ。じゃあこの中で食べる人、ヒレを上げてくれ。どうだい？食べないやつも結構いるんだな。どうやって大きくなったんだ。お、ガイドさん、今度こっちの後ろに行ってみよう。前から2列目内側の通路から2番目だ。グレーっぽい甲羅の底の彼女と話そうぜ。ありがとう。こんにちは。こんにちは。名前は？泉です。泉で合ってる？はい。よろしく。ね、泉、君の大好物って何だい？タコ。おお、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。俺タコの友達結構いるんだけど、君本当タコを食べるのか？何？タコ？え、炭かけちゃうぞ。おお、歯食いたのか。まあ、それそうもなるわな。じゃあな、泉、ちょっとな、肩ひれあげてくれ。でな、俺が言ったことを繰り返してくれな。タコは友達。
餌じゃない。涙が出るぜ。誰にも言うなよ。ハンク喜んでるぜ。絶対守ってくれよな。まだまだ言いにくいと思うけど、正直に教えてくれてありがとう。みんなで彼女に拍手を送ろうぜ。いや、びっくりしたな。よし、今度はみんなの番だ。俺に聞きたいことがあるやつはヒレを上げてくれ。なんでもいいぜ。どうだい、クラッシュ。どう、前の子が質問あるみたいだぞ。ハンク、ありがとう。じゃあ今度はな、こっちの前に行ってみよう。前から2列目、真ん中の通路側だ。ピンクと黄色の甲羅のお嬢ちゃん、話そうぜ。こんにちは。こんにちは。名前なんて言うの？メイで合ってる？メイちゃん合ってる？ごめんな、かぶっちゃったもんね。ごめんな、ありがとうな。よし、じゃあメイちゃんが俺に聞きたいことなんだい？なるほど、食べる時の話か。じゃあめいちゃんはさ、食べながらなんかこぼしてしまうってこと？お、なるほど、そういうことか。まあそうも言ってもな、俺たちカメもさ、たくさんこぼすというかな、口からな出たりすることいっぱいあるけど、実はな、俺たちカメはな、この下にあるような海藻が大好きで、この海藻をさ、もう顔を近づけて口でこのままさ、まあ、直接食べるんだけど、こっちからな結構落ちたりすることあるぜ。まあ、だからな、そういう意味ではさ、メイちゃんと俺たちカメ食べるとき共通してるってことだよな。それはそれで俺嬉しいぜ。まあでもそういうこと聞くってことは、そきっとなこぼしたくないっていうことなんだと思う。でもな、メイちゃん自身がこぼしたくないっていう気持ちがあるんだったらさ、食べながら練習すればきっと絶対こぼさないようになると思うぜ。諦めずに練習すること。お、なんか誰かなんか言ったか。諦めるなよ、絶対こぼさないようになると思うぜ。じゃあ俺もな、こぼさないように頑張って食べるからさ、一緒に練習していこうな。約束だぜ。めいちゃんに応援の拍手を送ろうぜ。お互い頑張ろうな。お前たち最高だぜ。よし、もう誰かイエーイって言ってないか。カメの挨拶がウォーだからな。よし、質問があるやつひれ上げてくれ。なんでもいいぜ。どうだい、もう結構いるな。今度はこっちの後ろに行ってみよう。前から3列目、端から2番目だ。グレーの甲羅のお嬢ちゃん、元気にひれ上げてくれてありがとう。こんにちは。こんにちは。名前は？水島美穂です。よろしく。聞きたいことは何だい？見てて大体のこと分かったぜ。ちょっと聞こえたぜ。隣お母さんから好きな食べ物何ですかって聞いてみなさいって言ったら、お嬢ちゃんにんじんって教えてくれたんだよね。きっとそういうことなんだと思うぜ。そうか、でもね、にんじんって俺知らないけど、そういうのがあるんだな。あ、じゃあな、お嬢ちゃんな、俺なさっきな海藻が好きって言っただろ。でな、そういうな海藻ばっかり食べてるから、俺の体こんな風に海藻の色してるんだぜ。ってことはさ、お嬢ちゃんのその体の色は人参色ってことかい？人参色ではないでしょ。もうなんか別の子が人参色ではないかもしれないから。そうなのか。でもな、心配しなくていいぜ。もっとたくさんその人参って食べたらさ、いつか必ず人参色なれる時来ると思うからさ、焦らず頑張っていこうな。みんなでお嬢ちゃんにも応援の拍手を送ろうぜ。勇気を出して連れてくれてありがとう。お前たち最高だぜ。よし、他に質問があるやついないかい？なんだっていいぜ。遠慮だけはすんなよ。今度はこっちの前に行ってみよう。前から4列目、真ん中の通路から2番目だ。頭に大きな富士壺乗っけてる男性。まあそうぜ。こんにちは。こんにちは。名前は？秀明です。秀明、よろしく。聞きたいことは何だ？隣に昨日誕生日になった娘がいるんですけど、普段はすごいいい子なんだけど、機嫌が悪い時に必ず蹴っ飛ばされます。どうしたら治りますか？秀明、ほっといてやれ。いやでもな、君の大変さわかるぜ。子育てって大変だよな。実はな、俺にもな65匹の子供たちがいて、いやいや驚きすぎだろ。だから君の大変さよくわかるぜ。まあでもな、子供には子供の意志があるからさ、大人が無理やり同行させる必要もないような気もするんだよな。ウミガメの子供なんてさ、
砂浜に卵のまんま置いてきても自分で帰ってちょいのちょいで海に戻ってくるんだぜ。生きる力ってすげえよな。きっと君のな隣のお嬢さんかな、生きる力すげえと思うからさ、お互い親は黙って見守る。そのくらいでいた方が子供も大人も大きく成長できると思うぜ。秀明、お互い子育て頑張ろうな。なんか人間のパパとこうやって話できて嬉しいぜ。みんなで秀明にも拍手を送ろうぜ。お嬢ちゃん誕生日おめでとうな。お前たち最高だぞ。なんだ、ハイドロフォン壊れたか。違う、違うのかな。ハロー、ハロー、あ、ベイリーか。そうかそうか、ベイリーのエコロケーションか。あいつのエコロケーションってすげえんだぜ。なんかうってやったら見えてくるものがあるらしいぜ。人間も誰かエコロケーションできるのかな。もうできるわけないのかな。じゃない、あいつにやってもらおう。佐藤、君の出番だぜ。佐藤、君の可能性ここで試してみようぜ。エコロケーションで俺が何本のヒレを上げてるか当ててくれ。じゃあまず両方のヒレを頭の横に持ってきて頭にくっつけて、で目を閉じるんだ。いいかい、君が何本かを答えるまで絶対に目開けんなよ。よし、せーので、うーだ。大きく頼むぜ。せーの、うー、いい感じだ佐藤、もっと気持ち込めて。佐藤、 OK だ、目開けんなよ。今俺が上げてるヒレ何本だ。2本。正解の拍手を送るぜ。佐藤、できたな。大丈夫、大丈夫、大丈夫。パパパパ、海流に乗ってサーフィンしようよ。わかったわかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすっげえ嬉しかった。お前たち最高だぜ。バッチリだ。みんなありがとう、楽しかったぜ。